Tokyo-ginki is really famous for the shine, which lasts very long with highest quality. The epitome of beauty and durable besides. There are mainly three inherited methods to make Tokyo-ginki. The first one is tankin, which is shaping by hitting silver. They hammer out the material and then turn the flattened silver into a particular shape, so the base of the piece becomes thin but the edge tends to be thick. The next one is chokin, which is engraving and putting together with other metal. This way allows artisans to put many patterns on the surface, which the Europe people in the history loved, and probably still love. And the third one is kiribame, which is making a slot, or cut line, and attaching the part of other metal into there, by brazing. それでは、銀器の製作現場を紹介する前に、材料となる地金の製造工程を見てみましょう。まず、銀のインゴットを溶解させ、型取りをします。銀の溶解温度970度。11キロのインゴットで約30分かかります。次に圧延といわれる工程を繰り返していき、地金をミリ単位に伸ばしていきます。そして最終的に職人さんが希望する厚さに加工されていきます。まず最初に鍛金の製作過程を紹介していきましょう。これは生しといって、地金を加熱して柔らかくし加工しやすくします。伸ばしていくうちに、つぼまると同時に地金もだいたい1センチぐらいずつこう伸びますから、で最終的に伸びる寸法を頭に計算入れてすると、だいたい2割ぐらい小さめに切ればちょうどいいんじゃないかなっていう長年の経験で、そういうふうにこう寸法取りしていきます。当て台の上で皿状にするため一通り打ちます。当て金具を使って土絞りをしていきます。この当て金具は叩く場所や形によって使い分けていきます。木槌と金槌で叩いて絞り込んでいきます。で、硬くなると再び生し、そしてまた叩きます。この作業が何回となく続いていきます。
底の部分が出たところで口の部分までの絞り込みの位置を決めるためトース管で印をつけていきます。形を整えて打つコツは当て金と金槌のバランスとリズムが大切なんです。ですから大事なことは金槌の角が入ったり形に合わない当て金を使ったりすると形が狂ってしまうことがあるんです。絞り込んで打つということは形が決まると同時に地金も伸びていくんです。何回となく生しが繰り返されます。すべての形が出たところで仕上げ打ちをします。金槌だけを使い表面を整えていきます。次に模様打ちをします。金槌に刻まれた模様がそのまま銀器に映し出されていきます。土目の模様は職人さんそれぞれ独自の模様を持っています。職人にとって土目も財産の一つと言えるわけです。それでは次に、タガネで模様を彫り込んでいく彫金製品の製作過程を紹介しましょう。作っていただくのは、松の模様が入ったグイの実です。これで火傷する人がいいんですよ。
タガネを打ち込んだ時の衝撃から保護するため、内側に松ヤニを塗ります。グイの実に5分を塗り、下絵を描き込んでいきます。というと、まあ自分でまあ今までやった通りですから、まあ真剣さがありね、自分のタガネをよく研いで、そして、一生懸命彫ることが一番のことじゃないですか。これは一番やっては、ただそれをいくらかのタガネを切れずにいくらかにやってまずいな、こうしてこう走ったりなんかしたんじゃまずいか、やっぱり、自分が真剣さがあればタガネを研いで真剣にそれにかかって、これ一生懸命それに対して頭使いながら掘っていくっていうのが一番のこれ、真剣さですよね。ただそれがしないとそっち行ったりこっち行ったりしますからね、そいつがまずいと思いますよ、これもね。でタガネは研いてちゃんとやっぱりそれだけの幅なら幅、細いなら細いに耐えて、その掘りが一番行くのが一番いいんじゃないですか、これはね。ただほら、どっちしても掘ればいいんだっていうような気持ちだとね、違いますから、それではやっぱり自分の気持ちと、それから大事、自分の掘るとどなたが見てもあこの掘り方がいいとかっていう気持ちがね、しなくても自分が自然にそういう頭を持ってやることが僕はいいんじゃないかと思いますね。ただほら、自分そのものそのもので人によって違ってきますよね、それは。だから自分はそういう真剣さを持ち、そうやうまくそのどういうふうにしたら掘っていけるかと、これはもう大変まあ今まで掘ってるから分かってますからね、そういう気持ちで僕はただ言っていますがね。小滝さんがお持ちのタガネは約1000本、ほとんど手作りとのことです。まあ年取ってよけその先が見えなくなるからね、まあ図を変えたら図を変えたらの真剣さがやっぱりありますね。こうやってでも曲がったりなんかすることがあるから、やっぱり細いタガネほどこれ真剣さあるんじゃないですか。分かんないでしょ、見んのがね。ただ太いのはほら掘ってもすぐこれ分かんない。上げ職人に渡されます。
最も細かい細工といえる切りばめ製品の製作過程を紹介していきましょう。作品は唐草模様のバックルです。図柄が決まったら地金を取り生します。でここで他の銀器と違うところは精度を要求されるものなので、生した後緩みを取るため鳴らし打ちをします。下絵を乗り付けした後、糸の子を通すための穴を開けます。この穴を開けたときにこれ糸のことをするんです。で私 の、 あの道具は、昭和7年頃からこの道具を使ってるんですけども、今の道具はこの絵がまっすぐになってるんです。だけどもこのテーパーとこのテーパーでもってこの来た時にこれがすり板っていうんです。そのすり板に直角に入るようにしてこれを切るんです。この切り落とし作業のポイントは、はめ込む金属との間にロウ付けするロウが入るため、微妙な隙間を考えて切り落とさなければならないことです。見事なものですね。この欅っていうのはね、特に必要なんです。これ大事にしないと寸法が黒いものですから。はめ込む金属を切り落としていきます。はめ込む金属は渋一の銀といって、
銀が1に対して銅が3入っています。はめ込んだ後、銅付けの隙間が空いていないと仕上げた時に剥がれてしまいます。はめ込んだところに放射を塗り、銅付けをします。ヤスリで蝋を落とし、木下げでヤスリ面を落とします。金具を蝋付けします。再びヤスリで磨き、木下げをかけて、最後に炭で細かい傷を磨き落とします。上がった作品は仕上げ職人に渡されます。銀器の魅力はその渋く重厚な艶にあると言っても過言ではありません。それぞれの作品によって色の出し方、ぼかし方が違い、仕上げ職人の勘と経験に頼るところが大きいと言えます。急須は銀古火の技法で仕上げます。銀古火は別名短板古火とも言って、硫酸銅を溶かした溶液につけて銀器の表面を急激に酸化させ、落ち着いた重厚な感じに仕上げる技法です。ぐいのみは金古火の技法で仕上げます。まず掘り下げた部分をそのままに保つため、ラックを塗って保護します。次に肌触りを良くし、渋い艶を出すために表面に荒らしをかけます。意図的に傷をつけることにより、光沢をコントロールすることができるわけです。左二つが金属、右二つが混合砂と言われている硬い砂です。金古火は塩化金の溶液を塗り、日光に当てます。それにより銀の美しさに加えて重厚な渋さが出てきます。次はバックルを煮込みの技法で仕上げます。色ムラを防ぐため、大根おろしと梅酢の溶液で洗ってから煮込むのがポイントです。溶液は六章と硫酸銅を混ぜたものを使います。
はめ込んだ渋い木の部分が見事に仕上がっています。はい、これで終わりです。